です今日の米国株式マーケット、反発はしてますけれども、ちょっとやっぱり上値重いなという感じはですねしてるんじゃないかなと思います。終わりにかけて売られているということで、やっぱりですね、ETF ですとか、そういった関連、ファンド関連にですね売りのフローが入ってきているのだと思うので、やっぱりですねこの利下げというところがある程度見えたことで、そこへの 入り食いがですね今入っていいいいるんじゃないかなかという,ふうには思いますで今日のマーケットの動き見てるとやっぱりですね株式マーケットについてはある程度利上げというものをこの、まあ、ずっとどれぐらいっていうふうにはちょっと言いませんが、えー、しばらくの間ですねずっと織り込んでたと思うんですよね。でそれを踏まえた上で、まあ、今回ドンとちょっと売りがですねまとまって出てきているんじゃないかなと思うので、まあ、こういった上値が重い展開っていうのは、まあ、しばらく続く可能性があるなと思います。でもう一個すごく重要なのが えー、今日からですね米国の決算が始まったので、まあ、来週以降、ですねまたいろいろと出てきます。で来週の決算、ちょっと後ほど見ていきますが、決算として重要なもの,ものっていうのは、そんなに正直、来週はないので、えー、再来週以降、ですね非常に決算がまた重要なものが、特にテック関連で出てきますので、まあ、そこへの注目がまずはですね非常に大きくなってくるんではないかなといううには思います。 まあ,あとは今後もですね経済指標がすごく重要になってくる一方で、ですねいくつかあったんですけども、物価上昇率というところについては、あまりもう心配している人がいないのかなと思うので、PC はですねやっぱり重要ではあるんですけれども、26日だったかな、再来週にあるんですが、やっぱりそれよりも、今、米国の経済状況が今後どうなっていくのか、ソフトランディングかどうかっていう議論もあると思うんですけれども、しっかりとですね減速していくのかに加えて、 原則度合いがですねどうなってくるかというところにより注目が今集まってきていると思うのでまあそこですねもうちょっと皆さんに後ほど詳しくご紹介をできればなというふうには思っております、まあ、あとは今日もですね引き続き後ほど見ていきますがドル円がですね下落をし続けていて現在158円ぐらいだったかな、まあ、下落し続けているというような水準ではないんですけれどもまあちょっとワネが重い感じがまだまだ続いているかなと思いますただかなりボラティティ出ているので まあ株も含めてなんですけれども収益機会っていうのは非常に広がってきていると思いますのでまぜひそういったところのどこをですね取りに行くのか皆さんも考えた上でしっかりと取引をしていくということがあとやっぱり今日みたいな感じでドル円がまたちょっと上値が重くなってきて下がってきている状況だと株が上がってもですね自分の資産が増えてないというように感じることも感じるっていうかまあ実際に円ベースで見るとそうなってしまうっていうこともやっぱりあるので。 どういうふうにですねこのドル円のリスクをヘッジするかとか為替をどのように利益に変えていくかみたいなところはすごく大きな課題に今後なってくると思いますのでそういったところは考えてていていいいっっったたただきたいなとと思っていますそういったところをやっていく中ですごく皆さんのですね役に立つんじゃないかなと思っているのが概覧の方にもあります「バンチェージ」というとですね 取引所になってますこれは株、為、替コミュニティ仮想通貨取引できるんですがかなりですね手数料も本当に安くてかつ今、ですね口座開設するだけで1万5000円分の取引ボーナスそして口座開設してから1週間以内に入金していただくと入金額の120%のボーナスもついてきますのでぜひご利用いただきたいのとあとはです、ね、8月1日までキャンペーンいろいろとやっておりまして仮想通貨系取引をよくする方はですね7つの項目をクリアしていただくだけで、えー 該当していただいた方全員で500万円分のですねボーナスを分ける合うという今、キャンペーンもやってます。で、来月以降もまたいろいろとキャンペーンどんどん出てくるので、こういったぜひですね、キャンペーンを使っていただいて、皆さんの、あのもちろんですね、資金も入れていただくんですけれども、まあ、それに上乗せしてボーナスも取引できるので、こういったところをご利用していただくことによって、まあ、資金効率よくですね、取引をしていける、資産を増やしていけると思うので、ぜひご利用いただければと思っています。まあ、本当に使いやすいので、ぜひですね、まあ、アプリちょっと触ってみるだけでも、 トライしていただければと思います。はい、でまずはですね指数の方から見ていきましょう。今日はですねダウがプラスの0.93%、S&P がプラスの0.86%、ナスダックがプラスの0.63%となっておりました。債券はですね今日1年債が約3ベースの下落、そして2年債については約6ベースの下落となっており、引き続き短期の金利の下落というものが非常に進んでいるような状況となっております。はい、で為替ですね。 今日はドル円が現在157.86という水準で推移をしておりまして、引き続きボラティティが高い状況かなと思います。で、このような状況っていうのは、まだまだ金利がすごく動いているので、続いていくんじゃないかなと思いますし、来週以降はですね株が決算で動いたり、再来週は PC があったりとか、本当に毎週毎週大きなイベントがあるので、こういったぜひ、ボラティティが高い期間っていうのをですねご利用いただければと思います。 はいでクリプトなんですけれども、ちょっとレンジですね、あまり大きく動いていないので、今日はパスしようかなと思うんですが、かなりここ最近、ポジティブなビューを持った意見というのが、結構どん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 出てきていて、ブルーマーケットもですね、いよいよ本格的に利下げもあって、ですね近づいてきてるんじゃないかということで、大内の人たちが今、とにかくビットコインや仮想通貨を買ってるんですよね。そその辺りのののり動きをを皆さんはどう理解するのか例えばそれをまあ収益の機会として 同じように買っていって、今後の上昇相場に乗っていくのかま空力かわかんないですけどね。もしくはまあ何もしないっていうのも仮想通貨一つありかなと思います。ただし今後ですね。今年、来年は仮想通貨。本当に米国でテーマになるので、まあ触っておかない手は正直ないかなというふうに個人的には思ってます。はいま、あとはコモディティはですね今日はまあ大きな動きは特にありませんでした。ただしま、ゴールドについては現在2400ドル近辺までまた上昇していて。 非常にですねドリアスというところに相性がいいアセットクラスでもあるので期待感というものがですね継続的に持たれていくアセットになるんじゃないかなと思います。はいで皆さんと一緒にですねちょっと指数もろもろチャート見ていきましょうこんな感じで今ですね米国株ナスダク反発しているんですが、まあ、ピークアウトしているというふうに言ってもかなり ね、しっかりと上昇してきているので、まあ、ここでトレンドが変わるというのはまだ正直ないかなというふうに僕は思っているんですが、まあ、いずれにせよ決算次第かなと思います、えー、決算がしっかりと出てくればでかつしっかりとした成長が見込めるのであれば米国株はまだまだ AI ベースに成長していけるんじゃないかなというふうには思いますね、はいまあ、あとはですねえっ、ー、と金利なんですけれども2年債の金利がもうとにかく本当に下落が激しいんですよね、まあ、ちょっと1年年間間の過去1年間で見て、えー、かつ この日足で見てみるとこの数日間の金利の下落っていうのがここ最近なかったぐらいの本当にペースで下落していてかつ直近のですね4.1%近辺を下抜けしていく可能性も十分あるというところとあとは10年債との金利の差っていうものが今また開き始めていて10年債の金利は下がっているんですけれどもまあ下げ幅というところが2年債と比べると小さいということでどん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 その金利差というところが開いていっていますと。 で今後、ですねその10年債の金利っていうのは今、下がっているんですが、まあ、何かのタイミングでトランプ大統領にです、ね、誕生した場合長期の金利に対しての影響がある政策というものが見えてくれば10年債の金利というのは下げ止まるもしくは上がっていくという可能性もあるのでそこに引っ張られてドル円というのはまた僕は上がっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、短期的な下落というのは起こりながらも基本的には円安傾向は続いていくんじゃないかなと思いますね。 はいまあ、あとは株いろんなところを皆さん見ていらっしゃると思いますがやっぱり何といっても一番注目なのがエヌビ i アだと思います一旦ですね調整はしていながらもやはり底堅い動きはしていると思いますしもう何といっても決算がまずは一番大事なんじゃないかなと思うのでこの短期の動きとかっていうところに惑わされずエヌビ i アに対して強気であればまだホールドしておいても僕は全然いいんではないかなと思いますね、まあ、どういった株を今後持ちたいかっていうのもよると思うんですけれども まあやっぱりこの NVIDIA に関しては競合がいないと言っていいほどま今のこのトレンドに乗っているでかつこのトレンドでもう独り勝ちぐらいの領域あの会社なんじゃないかなと思いますので引き続き人気がですね絶えず持たれていくんじゃないかなと思っておりますはいで他のですね注目ニュース見ていきましょうまずは米国の方で PPI の発表がありましたで6月は予想を若干上回る伸びだったんですがやはりですねもう CPI の下げが かなりしっかりと出てきているということもあって PPI の注目度というのはもうガタッと落ちてきているという感じですね。なので今後注目しておくべきポイントは CPI そして PC のこの2つのですね物価上昇物価指数になってくるんじゃないかなと思います。はい、あとはですね、まあ、今日こっちの方が重要だったんじゃないかなと思うんですけれども米国の消費者のセンチメントというのがミシガン大学から発表されていました。でこれががヶ月ぶりののの低水準でかつ物価高の予想というものが 高止ままりしてきてきいますね、はい、でどんな指数だったかというと予想がですね68.5というのが66にとどまりかつ1年先と5年先の両方のですねインフレ期待に関しても3%というですね水準から2.9%に前月から低下をしておりましてしっかりとインフレについても抑えられていて経済も抑えられているということでマーケットは安心感を持って引き続き株を買っていく取引をしているという状況だったのではないかなというふうには思います。 はいまあ、これもですねすごく重要ではあると思うんですけれどもやっぱりですね気になるのは本当に GDP ですとか個人消費だと思うんですよね。でこちらにもちょっとあるんですけれども同時にこれまでの個人消費の原動力となってきた労働市場も冷え込みの兆しを見せてきておりその傾向が続けば消費者のセンチメントがさらに圧迫される可能性があるということでこのあたり少し懸念されているポイントにはなるのかなと思うので個人消費と。でかつ今後は 特に雇用統計の関連数値がですね非常に大きな注目を集めてくるんではないかなというふうに思っておりますはいでもう一個ですね注目なのがエラリアン氏まあ、彼はえっ、ー、と今大学で教えている人だったかなすいませんちょっとあの正確にどこの大学かすいませんありましたケンブリッジですねの教えているんですけれども彼がですね今ちょっと一つ心配をしていることがあるとも言っていて 何かというと米国の政治がですね。9月の利下げを脅かす可能性があるで、これどういう意味かというと、今のタイミングで9月利下げをですね。ま、本当にするべきかどうかっていうのは、政治というものが非常に大きなまあ手綱を握っているとで、これどういうことかというと、選挙で、今後11月政権が変わったとした場合、政策ガラッと変わりますよね。で、そうすると物価上昇率に対して再度上昇圧力を与えるような政策に。 なる可能性があると。で、そうするとですね、9月に利下げしたにもかかわらず、また将来的に利上げということをしなければいけない可能性が出てくる。で、それっていうのはやっぱりフェットとしてはやりたくないであれば、できるだけ可能な限り利下げをですね、あと後にずらすということもあるんじゃないかっていうふうに言われています。え、特にトランプさんの場合はどんなことをやってくるかっていうのがなかなかちょっと読めなかったりもするので。 この辺りの不透明性っていうのは特にやっぱり今すごく高いのかなというふうに思っています。はいまあ、ただし実際にですねあのこの789の経済状況っていうところが減速してくれば迷いなく利下げをするっていうふうにも、まあ、これまでやっぱり多くの方が言ってきているので、まあ、実際そうなるんではないかなというところと、まあ、あとはトランプ大統領にすぐ変わって金利がですね大きく上がっていくような、まあ、いわゆる 財,務財政的なあの大きな変更みたいなところっていうのは、まあ、そんなにすぐ正直できないんじゃないかなと、まあ、僕は思ってますただし今ねじれ国会がねじれの状況になってるんですけれども、まあ、上院下院ともに共和党に支配がですね、まあ、行くとなると、まあ、そういったところも言ってられなくでかつ、まあ、トランプ大統領がやりたいようにできるので。 まだそのあたりはちょっと分かりませんけれども、まあ、選挙の結果次第では、まあ、そういった心配しているような財政支出のですね、まあ、すごく急速な増加っていうのも近い将来に見られる可能性があると思いますので、まあ、そのあたりも心配しておくべき一つのポイントかなと思います、はいまあ、あとは先ほどの経済指標を踏まえて上でて利下げを織り込む状況どうなっているかというと9月のタイミングで利下げもう95%織り込まれていますで12月のタイミングではもう90%ぐらい織り込まれているので 年年内2回というのののののが今今ですね利下げの今のメインのシナリオになっています。で、もちろん8月の経済指標が我々と期待しているところと、まあ、全然真逆に出てくれば9月の利下げっていうのもちょっと難しいみたいな感じになる可能性十分にあると思うのでまだこれがですね本当にメインのシナリオかっていうのは、まあ、ちょっとそうも言えないんじゃないかなというふうに個人的に思っていますが、まあ、今のところ、えー、これが大きく覆るような 感感じじても正直なないいかなっていう感じですよね、まあ、特に CPI の数値に関してはもう完全にトレンドとなっているというところとあとは個人消費だったりとか米国の経済についても、まあ、原則っていうものが、ね、疑いないような状況にもなってきているのでこれがトレンドとして変わっていくっていうのはまあまあありえないかなと、まあ、あとは7月の数値もそうですし89とも2回も見れるので、まあ、8月がそこまで大きな原則ではなかったとしても9月がしっかりと下がっていれば 利下げに踏み切れるんじゃないかなと思いますので非常に高い確率で9月利下げがですね引き続き織り込まれ続けるのではないかなというふうには,思っておりますはいあとはですね今、金利が大きく下がっていますがこの金利低下特に2年債ですねについてこれまでずっと。あの 何ですかね厳しい立場を取らされていたというかまあ金利がどん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 上がっていたことによって損失を被っていた債券のトレーダーたちがもう一気にこの利下げに対してポジションをですねもうめちゃくちゃ大きくベッドし始めているというのがまあ今これ記事になっていますと。なので9月利下げないぞというふうになった場合まあちょっとですねまたマーケットであの大きなボーティティーが出る可能性はあると思うんですけれどもまあ9月がなかったとしても もう年内結構な確率でまあ一回ないし二回そしてその後まあしっかりとですね利下げを織り込むできるようなまあ状況にえもうなるだろうということをですね想定して大きくポジションを取っている人がまあ結構ですね出てきているんではないかなというふうに思いますでそうなってくるとまあやっぱり気になるのが 為替もそうですしまあ、あとはゴールドとか仮想通貨のような米国のドルがですね下落することによって非常に相性,相性がいいアセットクラスになると思いますなので、まあ、そういったところのポジションを取っておくのも、まあ、やっぱり僕はいい戦略になるんではないかなといううには思いますね。 えー、特に皆さんはですね、おそらくドゥ、えー、ゴールドとか取引してる方っていうのは、そんなに正直多くないと思うんですが、仮想通貨はですね、引き続き、まあ、いろんなところで目にすることが多いと思いますし、まあ、結構なじみもあるんじゃないかなと思います。まあ、あと、さっきご紹介をした、バンテージのですね取引所でも仮想通貨っていうのは取引できるので、まあ、ぜひです、ね、見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。はいってことで、皆さん今日も動画、ご視聴ありがとうございました。ままた次回の動画でお会いしましょうさよなら